大体2ミリぐらいですね。2ミリぐらい高さがメロディーの方がちっちゃいんですね。はい、メロディーこっちですよ。のぞみどうですか。ちょっと立派なのに、ちょっと見分け方が簡単なペンにいるかな。はい、ゆめ私の手噛まないでね。あ、いましたいました。こちらのオレンジ色の琥珀です。琥珀ちょっとこっち来て。はい、琥珀です。こちらの琥珀のくちばしの付け根見てください。肌色のとこがぷっくり盛り上がってませんか。ここ琥珀の特徴なんですね。正面から見たら一発で琥珀だって私たち分かるんです。さあ、今は顔の模様なんかをご紹介したので、今度はとっておきの表情をご紹介します。そのためには一回ペンギンたちからちょっと離れなきゃいけないので、みんなここで待っててね。いいですか。待っててって言ったでしょ。はい、そっちに行っちゃうなら私はこっちに行くよ。はい、では呼んでみます。おいでー。さあ、琥珀やってきてくれました。このなになにっていうような表情がとっても大好きなんですね。はい、呼んだらこのようにやってきてくれるんです。さあ、今私お気に入りの表情をご紹介しました。今度は皆様にリクエストをいただいて、そのペンギンをアップで映してみます。はい、それではですね、先着1名の方、このペンギンの顔が見たいという方いますかね。あ、前の方にちょっとすいません、通していただけますか。ごめんなさい。さあ、何色のペンギンがいいですか。ピンク。あ、目立ちますよね。ピンクのタグのゆめで、木野さんお願いします。はい、じゃあゆめがここにいるので、ちょっとさっきの呼びやつやってみますね。ただゆめそこにね。はい、ゆめなかなかね、待てっていうのはできないのでね、うまく離れなきゃいけないんですけれども、さあ早歩きできて、ゆめ今後ろからやってきて、こちらがゆめです。はい、ゆめ小顔なんですよ。さあ、ハクというお母さんにとってもよく似てね、美人な顔をしています。とっても賢い性格をしていて、よく人のことを見ているんです。はい、ゆめ見えました。見えてましたよね。大丈夫でした。はい、ありがとうございます。はい、満足いただけました。はい、ありがとうございます。さあ、今これ陸上のペンギン来ました。もう早速ね、ペンギンですね。まあ、はい、紐に加えてるのは青いタグのグーとかも加えてましたかね。さあ、なかなか開かないようで、あ、開いてますね。やっぱり誰が開けたかやっぱり見えなかったですよね。はい、じゃあ上の皆さんも行きます。それ来ましたが、こちらも開いてますかね。まあ、今開けたような、開いてないような、あ、開けてますかね。なんかちょっとね、カプセルの脇からちょっとね、ペンギンたち開けてたような感じも見えましたけど、でもちゃんと開いてましたね。